ックの解説やっていきたいと思います。まずカード1枚こう選んでもらいたいと思うんですけども、よいしょ、まあ、軽くカードをねこう混ぜておきたいなと思います。はい、よいしょ、でこんな感じでねカードをこう混ぜておきたいと思います。カードはそうですね、うん、バラバラかなと思います。 OK でしょうかね。はい、まずはお客様にカード1枚選んでもらうんですけども、まあ、ちょっとこれね動画撮ってる時点でお客さんなんていないんでね、まあ1枚これがまあ選ばれたとします。これですね、はい、見えますかねこのカードね、まあ私も見えてますけど本来私が見えない状態でやりますからね。ではこの選んでもらったカードなんですけども、これを中にこうしまいます。これですね、これね、はい、クローバーのキングなんですけども、これを中に入れてしまいます。中に入れてしまった状態でまあね、まあカードをこうさらにこう混ぜておくわけなんですけども、見えてますかね、はい、カードを混ぜておきたいと思います。適当に1枚カードを使うわけですね。この場合はそうですね、スペードのエースなんでどうでしょうか。スペードのエースがあります。スペードのエースをこんな感じでねテーブル上、マット上にこんな感じで置いてあげます。しかし、このスペードのエース、もしかしてもう1枚のカード、ハートの9ですね、たまたま出てきたこのハートの9なんですけども、こんな感じでね、こうやってあげてね、こうしてあげると、なぜかお客様の選んだカードがここに出現するということでね、はい、ハートの9とスペードのエースが出てきたはずなんですけど、なぜかクローバーのキングがここに出てきてしまうということでね、じゃあ、スペードのエースどこ行ったんだっていうことなんですけどね、実はなんですけどね、スペードのエースは、うん、さあどこに行ったかと言いますとですね、なんと1枚カードここでねこんなところから出てきました、はい、スペードのエースが1枚ここにありました。クローバーのキングですね、これクローバーのキングをこんな感じでねこうやってあげると、これがねなんとスペードのエースに変わるということでね、今回紹介するのはこれ、わかりますかね、はい、こんな感じで、こうカードをですねこうスクープしていった時にこう入れ替わる現象、これメキシカンターンオーバーって言います。これカードをねチェンジする際なんかにちょっとね使用されたりしますね。ちょっと実演がねちょっと荒いのと下手くそすぎるっていうね、ことが言われてしまうかもしれません。すいません、あまりちょっと演出の勉強ねあんまりしてないんでね、なんで結構ね、他のマジシャンのこう演出の仕方をこう真似てよくやってたりもするんですけどね、まあ技術というのは、まあ、ここはね本当に演出で、ね、カバーしていただきたいと思います。まあ、マジック全体はね演出で、ね、カバーできるようなもんなんでね、まあ、技術なくてもマジックってできるんでね、はい、ということでね、やっていくんですけど、まずカード1枚選んでもらいます。ハートの5です。まあ、これを選んでもらう必要っていうのはないんですけども、これをまずねトップコントロールします。何の方法でもいいですね。動画でやった場合にはこれクラシックパスですね、見えますか、クラシックパス、これですね、これこう上と下でこうパケットを入れ替えるというこういう現象があるんですけども、これクラシックパスって言います。このクラシックパスを使ってトップにコントロールすることができたら、中あたりから適当に1枚カードをですね出していきます。もうこんなこれでいいでしょう。これをひっくり返した時にこの一番上のカードはもうすでにお客様の選ばれたカードが来てますから、このカードをこんな感じでスクープしに行ってあげますね。これ右から行ってください。右から行った時に一度こんな感じで、こうカードここに来ます。そしてこれ持ち上げる時にこのお客様の選んだカードをこんな感じでひっくり返してあげるということで、これで目の錯覚が起きるわけですね。こうやってすくってあげます。すくってあげてこの下を通してここまで来ますね。これがお客様の選んだカード、これは何でもないカードですね。でこのカードを持ち上げる時に中指かな薬指か分かりませんけども、これを使ってこんな感じでお客様の選んでもらったカードをひっくり返してあげる、ただこれだけですね。非常に錯覚の強い、まあ、トリックかなという感じですので、結構このメキシカンターンオーバーっていうのは、使われるかなという感じがします。カラーチェンジの際なんかにもよく使えるんじゃないかなというふうに思いますので、
ぜひこのメキシカンターンオーバーを練習してみてはいかがでしょうか。頻度はね、どうでしょうかね。私のチャンネルではまだ今回使ったことはなかったんですよ。まあ、ただ非常に便利なね、カラーチェンジの方法でもありますし、お客様の選んだカードを当てる際なんかにも結構使われてたりもしますので、ぜひね、このメキシカンターンオーバーをぜひもう練習してみてください。このメキシカのターンオーバーなんですけども、何でしょうかね、マジックの辞書みたいなものがあるんですけどもね、そこに載ってるくらい、まあ、頻度が高いんじゃないかなっていう感じですよね。まあ、覚えておけば、まあ、損ない、ものかと思いますので、ぜひ覚えてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。